はい、こんにちは。今日は浜名湖に来ています。こちらで、このエキスパート清流を使って、アジなどの魚をですね、釣ってみたいと思います。浮きとそれから、自動張り留めそれから針というこの仕掛けで、あとは棚を調整しながら、釣ってみたいと思います。行きます。いいよ。おーし、エチエチですね。メジナが釣れました。あ、切れた。残念、魚が大きかったですね。でもあのサイズの魚も十分耐えられるということが、まあ、証明できたと思います。じゃあちょっとだいぶ暗くなっちゃいましたけど、アジの本当の釣れる時間は、まあ、これからなんで、ちょっとやってみて、ちょっと反応見たいと思います。今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回私はですね、浜名湖での、まあ、アジ釣りに、このエキスパート清流の好調4号をですね、使って、やってみました。正直アジはですね、ちょっと厳しくて、まあ、暗くなるまでやってしまったんですけど、まあ、なんとか1匹釣ることができたんですが、まあ、そんなあの、まあ、小ぶりなアジだったんですけどね、まあ、小ぶりなアジでも、まあ、口がやっぱ弱い魚なんですけど、まあ、メガトップの効果で、まあ、かけてからも、まあ、品が曲がって、まあ、口切れすることなく、まあ、なんとかこう取り組みができた。やっぱメガトップの効果って大きいなというふうに思いました。はい、このエキスパート清流、これは4号、今回4号でやりましたけど、私実は昨年からアユシーズンが終わった後に、アジ釣りにちょっとハマりまして、まあ、これまで渓流竿を、まあ、使ってたんですけど、まあ、今回この竿を使って、まあ、海の釣りをしてみたところ、まあ、メガトップ、それから V ジョイント、それから X45、まあ、この機能を、まあ、十分体感できたんで、まあ、今シーズンのアユがまだ少し残ってますけど、まあ、シーズンオフにはまたこの竿を使ってアジ釣りを楽しんでみたいなというふうに思っています。ぜひ皆さんも、まあ、川崎に限らず海いろんな魚が釣れますから、まあ、小物、少し大きな魚ね、釣れますので、ぜひこの竿を使ってもらって、いろんな釣りを楽しんでもらいたいと思います。